皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領がトゥルースソーシャルに書き込まれた内容からご紹介したいと思います。トランプ大統領。本当に悪い数字の消費者物価指数8.6%。1981年12月以来の最悪。雇用統計はあるべき数字よりも600万人分も低い。言ったでしょこんなことが起こるはずはなかったのです。 トランプ大統領、ビル・バーは臆病だったので、不代で詐欺が横行していたフィラデルフィアの連邦検事に、それを調べさせようとは思いませんでした。以前掲載した連邦検事、ビル・マックス・ウェインの手紙をご覧ください。トランプ大統領、ビル・バーは弱く怯えている司法長官でした。彼はいつも民主党に遊ばれ、脅されていて、 弾劾されることにビクビクしている弱々しい男でした。どうすれば弾劾されないのか。何もしない、何も言わない。あらかじめ装填され、盗まれた札入れについて、別の言い方をすれば正規の大犯罪についてです。民主党はビルバーで大きな利益を得ました。彼は愚かで札入れに問題はないと馬鹿なことを言ったので、そして彼らは彼を放置しました。 彼にとってはうまく運びましたが、我々の国にとっては違います。トランプ大統領、青い鳥のボットや偽赤は当初考えられていたよりもはるかに多い。あの場所は最悪です。そしてつまらない。もう二度と行きません。トランプ大統領、すごい。CNN の視聴率は大幅ダウン。MSNBC は非常に悪い。 トランプのポジティブな記事が少ないからでしょう。以上ここまでです。ありがとうございました。それではまた。